単純な構造のマモット SE2 の模型蒸気エンジン、単動式首フリエンジン、複動式首フリエンジン首フリエンジンの模式図首フリエンジン、別名、オシレーチングエンジンは蒸気機関の一種である。溶動するシリンダーの側面に旧排気口があり、溶動により交互に吸気、排気する。初期の蒸気船に使用されたが現在では一部の模型蒸気機関に使用されるにとどまる。 首振りエンジンは、弁装置を必要とせず、直接シリンダーに急廃棄する単純な構造のエンジンである。弁装置の代わりに、シリンダーが陽動することによって、シリンダーの一つまたは、複数の急廃棄口が固定された側の急気口、または廃棄口と重なることによって急廃棄を行う。首振りエンジンは現在では主に玩具や模型で、使用されるが、かつては、 実物大の首振りエンジンが船舶や小型の定置式蒸気機関や小型の蒸気、機関車等で使用された。それらは構造が単純で安価に作れる利点を有する。それらは同じ大きさのシリンダーの他の種類のエンジンよりも小型化でき、船舶での使用における優位をもたらした。短所としては高圧の蒸気を加えると側面から漏れる。 しかしこのことが一部の模型では安全弁の役割も兼ねている。さらに大型化、高出力化に適さない。ピストンを押すために適切なタイミングで蒸気をシリンダーの端から供給する必要があった。反対方向ではシリンダー内から蒸気を排出する必要があった。クランク軸の回転により連接棒は上下に動いた。ピストンロッドは合体で ピストン自体相対的に直径より長かったのでこの場合は陽動した。この設計は玩具や模型のエンジンで見られる。シリンダーの上視点側の側面に穴があり、陽動時にそれぞれ吸気口、排気口に重なった時に吸排気を行う。吸気口に重なった時に流入した蒸気はピストンを押して排気口に重なった時に排出され待機中、または複水器に入る。 実物大のエンジンにおいて、吸気と排気口は通常回転軸に設置された。しかしながら弁は分離され首振り運動によって制御された。これは蒸気の供給を止めるタイミングを早くして膨張作用を有効に活用する目的だった。一例として、外輪船の PD クリップンのエンジンの例がある。ウルフ複式機関では二段階に膨張するようにした。 これは単純化の利点を失うがそれでもなお、コンパクトさの利点は保たれた。首振り式エンジンは、便装置がないので便装置による逆転が不可能で、最初に手動で始動する方向に回転する。また、蒸気の吸気口と排気口を逆に接続する方法でも逆転する。首振り式エンジンのレイ・ウィスコンシン州ミルウォーキーのファイラーストアル社とノースカロライナ州。 ゴールズボロのデューイブロズ社で林業用の機関車として製造された記録がある。外輪戦等の蒸気船でも使用された。タイン川の可動橋のアームストロング社の水圧機関、ウィリアム・アームストロングによって製造されたような可動橋や選挙の開閉に用いられた初期の油圧装置に単動式首振り圧力モーターが使用された。ありがとうございます。